ヘブンズドア！いきなりですまないが、最近用心深くなっていてね。は？見たらどうなる？やっちゃいましたね。危ないな、気をつけなくちゃね。2階の床火事で焼けてるって言いましたよね。終わりだよ、私はもう終わったんだ。悪かったよ、好奇心を抑えられなくてつい。何？おんぶしているテキスタントがいる。おんぶしてねおんぶしてヘブンズドア、おんぶしてね、おんぶして。何？クソ！写真焼いてね。やかましいぞ、ヘブンズドア！どれ、お前の正体を読んで命令を書き込んでやれば。いた！わかるね、僕の能力は人にささやくだけね。わかったら写真焼こう。貴様離れろ！くそ、こいつどうやったら離れるんだ。簡単だよ、他人に見せればいいんだ。人に背中を見せればね。貴様覚えてろよ、うん、ああいけるね、キシベルハン。しかし忘れているぞ、キノとマサゾウが渡っている時は僕が邪魔しなかったことをな。おい、そこのバカ、何ボケっと歩いてんだよ。なんだとこれね。ヘブンズドアはいなかった。おい、そこどけ。ヘブンズドア！わかった、スリーフリーズ。いるんですね、背中にテキスタンドが。君のそういうところなんだよ、僕が君を尊敬するのは。やっぱり君は親友だった。背中ですね、背中にいる敵を取り除けばいいんですね。エコーズスリーフリーズ。重い。疲れるだけだよ、疲労と今のダメージでぶっ倒れるのが先か、精神が参っちまって自滅するのが先か。どんな最強のスタンドだろうが、喋るだけのパワーのない僕を倒すことはできないんだ。どんなスタンドか。いいよ。見せてあげるよ。ロハン先生。次は広瀬光一に取り付いてやる。離す、どこへ引っ張っていく気だ。あの世だよ、天国とか地獄とかはあるのかどうかは知らんが、念のため書いといてやるよ。